始めて最初のデートは彼の地元でみかん狩り。負けず嫌いの2人でどっちが甘いみかんを探せるか真剣勝負。あの人か彼、あのアゴか。これいいの見つけた。みかん、これ絶対甘そうじゃない。え、絶対こっちの方が甘いよ。え、絶対こっち、絶対こっち。もしこっちが美味しくても絶対あげないからね。私もあげない。じゃあ食べてみよう。食べよう。静岡かじゃあ。そうですね。うわやばい、これ酸っぱいみかんだ。これめっちゃ甘い。本当に？うん、めっちゃ甘い。一つちょうだい。絶対嫌だ。一粒だけ。さっきあげないって言ったじゃん。え、お願い、一粒だけちょうだい。一粒だけ。殴り合う。何これ、絡まれてる。お、何？え？ちょちょちょ、何これ、怖い怖い、何これ。長澤くんの妄想怖い。怖い。やからに見えるな、小田が。みかんよりこっちの方が甘いね。何じゃそれ、怖い怖い。もう一回、何これ、やだやだやだ、すごいよ。メンバーからのざわつき半端なかった。確かに、まさくん、いまいちこう伝わってないわ。え、でも少女漫画風をイメージして。いや、なんかね、分からなくないのよ。甘いやつ食べさせろよって、こうごちゃごちゃになりながらってなんだけど、二人ともなんかもうギクシャクしちゃってる。お腹なんか硬いんだよ、動きが。二人とも、いや、冷静したんですけど ね、 やっぱ顎食い、顎食いね、はやられたかったってことだね。やられたかったですね。顎食いとキス、うんうんうん、しかもキスは2発かましたからね。直前に決めたんです、2発って。2発って。長田君が何言ったの、小田に。ああ、もう一発、もう一発。おかわりだった、おかわりくれて、もう一発いっちゃおうかって。で、なんかこのアロハの感じとかさ、なんかちゃ、なんかやから感ね、うん、長田くんが襲われてるみたいな感じ、もう途中から大丈夫かみたいなさ。で、なんか戻ってくる時もなんかやっぱはぁ、キスしましたみたいな顔うわーみたいな。いや、でもね、そのほらやんちゃなさ、彼はまだしもさ、これ女の子の方もさ、はい、結構なもんだねと思ったよね。いや、そうですよね、うん、リカ、これリカ、リカちょっと笑っちゃってたね。怖かったです。怖かった、怖かった。小田くんがなこちゃんの妄想が怖い。なこちゃんの妄想がね。そう、そうだね。友達グループでキャンプ、バーベキューの後みんなで花火をしていると、前からずっと気になっていたあの人が。誰だ、誰だ、相手は。なあ、なに、また、なに、モテワナナンバーワン、うん、え、一緒に行こう。うわ、腕、座って、うん、はい、椅子あるのに、ありがとう。あ、線香花火、線香花火だ。逆だよ。あ、ごめんごめん、こっちね。お、まあ、自然だね。綺麗だね、綺麗だね。うん、たまにはこういうのもいいよね。さ、私実は前から、俺に言わせて。あれ、俺と付き合ってください。はい。落ちたかね。いいじゃん、爽やかな。爽やか。私も好きだよ。女の子が言おうとさ、認めて、そうですね、自分から言わせてくれるでしょ。ヨネさん、いい顔してる ね。いや、何がすごいって、はい、ハブ君がだんだん慣れてきてるよ ね、 ね、ハブ君3年と、ね、すごい、大丈夫、結構やりやすかった。やりやすかった、うん、はい、よかった。なんか自然な感じだったね、なんかね。本当ですか。なんか花火を逆に持っちゃってて、うん、教えてくれたりとか。あれは自然でよかった。ミス、あれは、あれ本当にミスった。あ、ミスなんだ。あれ自然でよかった。自然だった、あれも。よかった。もうヨネさん、本当に恥ずかしい。本当に恥ずかしい。ヨネさん、あれだね、やっぱリードしてくれる人が好きなんだなと思って。ヨネさん、ちょっと恥ずかしかった。本当に恥ずかしくて、なんか、ハブちゃんは3回目の余裕があるんですよ。うん、そうね。もう全然、なんか、慣れていらっしゃって。なんで、私だけちょっとどんどん、どんどん、どんどん。ねえ、いいよ。その感じもあってよかったね。いや、そうですね。初々しい、なんか。なんか、大学1年生と大学3年生ぐらいの感じだった。ああ。先輩な感じぐらいの感じ。ちょっとお兄さんっていうね。うん、で、自分が告白しようとして、
やって言ってくれる男がいいわけでしょ。そうです、俺から言うからっていう。いいよね、告白されて後のこのヨネさんの顔ね、ね、よかったよ。いやこれちょっとキュンキュンしたな。ネルはどうだった？なんかヨネがそういう乙女っぽいところをあんまり見たことがなかったので、うん、そっちにもすごいキュンキュンしました。キュンキュンしたね。乙女だったよねこのシチュエーションはね。可愛かった。喜んでたね。長澤君こういうのを見たいんですよ。青春を感じました。そうだよね、青春を感じたでしょ、うん、もう一発行ってみますかみたいな、ないでしょ。そのノリ、そのノリじゃないのよ。シャツをまくってる瞬間、あこれは誰ですか、はい、あ小池、はい、なんだろう、普通のトレーナーみたいなやつじゃなくて、それでグイッて上げるのは好きじゃなくて、シャツでこう一回一回折ってるのが好きで、でも肘よりここの曲がるところを超えたら嫌です。あ、分かる分かる。うちのスタイリストさんがさ、必ずこれもスタイリストさんがやってんのだから、ここなのよ本当は。あ、本当だ。でも、うん、気持ち悪いからすぐまくっちゃう。だから女子はやっぱこの辺がというか好きなのかな。こういうことでしょ。でもまあもうちょっとだから喋りながらこうやってやる仕草ってことでしょ、はい、それどういう、もう本当に何もない普通に喋ってる時にいきなりめくるのがいいとか、なんか試合中とか、なんか試合中シチュエーション何何の何の試合中、あ試合中じゃなかったですか、あのなんかあの学校とかで、うん、こうあの男子とかが外で遊んでて、こうまくって、ああよっしゃ負けねえかんなみたいな、そう、それはちょっと見ちゃいます。ワイシャツだ、そうか、そうか、だからやっぱ学校のシチュエーションがいいんだね。でその些細な会話だったりすればいいんだ。ああ、俺も今度こうやって伸ばしてて小池と喋るときはもう些細なことを言う。そうそうそうですよ。そしてもう今日帰りさ、バスマジックリン買って帰ろうと思ったんだ。些細なこと、うん、大変些細なこと言ってる、うん、些細な家庭のこと言ってる。そうなんだ。どうこれ、どう、あ好きです。そうこれいいの、あいいんだ、もう握手の時みんなまくりながら握手。いやでもっつって ね、あじゃあ続いてまいりましょう、うん、続いてこちら、あメガネ、あわかる、メガネ男子、これは誰、はい、あ長澤くん好きそう、好き、やっぱそうか、少女漫画の感じか。そうです、なんか昔からすごいずっと好きだったんですけど、うん、でも最近なんかさらに好きになることがあって、うん、なんかガールズアワードで、うん、なんかモデルさんがみんなこうやって下げて上目遣いみたいなしてパッてこう去ってくるんですよ。ご飯ですよのキャラクターみたいな感じで。そういうことか、どういうのがいいの、下に上目遣いみたいな感じですね。あれ長澤君どうこれ。なんか違う。違う。あでもかっこいいじゃん。で外して上目遣い。ああでもかっこいい。あでも小田普通にかけてた時の方がかっこいいな。かっこいい。あ違うわ。かわいい。かわいい。かわいい。ご飯ですよの新キャラクターだなこれ。だいぶシュッとしてんな新キャラ。はい、私が印象に残ったのは長澤くんの告白です。あ、はい、理由はほらおいスタジオでやめろよ。だからあれなんですよ、あのほらビアガーデンで後ろからってなってるじゃないですか、はい、でもビアガーデンで人がいるから、はい、まあまああんなもんじゃないですか、はい、あれもみかん畑ですよ、はい、あいつらもう止まらないですよ。みかん畑、いや本当ですね、止まらないです。あいつらみかん農家のおじいちゃんおばあちゃんがねびっくりするでしょうね。あれあいつら何してんだっていう。ということでどう、一番だって。えでも他のグループの中で一番愛が強かったと思う、ここが。あそう、長澤君的には。私的に。小田はどうだった。そうかそうでもないかな。じゃあ今回は一番印象に残ったということで、はい、長澤くんにじゃあ最後締めていただいてお別れしましょうかね、うん、はい、秋は栗拾いでイチャイチャしようね。はい、キスキス、はい、キスキス、はい、キス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